パンパロリー。あれ曲じゃないの？伊賀自慢太郎です。ちゃうやんか。うん。ね、杉浦さん、はい、杉浦さん、何何、この時間は、うん、あの、この大輔さんからコメントが届いているんですよ。声優のね。では一緒に聞いてください。お前がコメント振るんかい。Eラジオキャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直也さん、小野大輔です。僕小野大輔は声優として活動しております。ジョジョの奇妙な冒険、空城城太郎や宇宙戦艦ヤマト、2202の古代進む、おそ松さんの十四松などの声を担当しております。音楽活動も行っておりまして、先月2月3日にはニューシングル獣道をリリースしました。獣道は僕も声優として参加しているアニメ獣事変のオープニング主題歌になっております。はい、そんなわけで、あ、杉浦さんがですね、どうもおそ松さんがお好きだそうで、ありが特大ホームラン。いや、松パーカー、はいはいはい、グッズでありますよね、あれを自作してましたというふうに情報が入ってきてます。杉浦さん買ってください。自作されたってすごいですね。いや、嬉しいです、ありがとうございます。何松推しなんでしょうか。いやいやいや、気にしなくていい、そんなことは。何松推しでもいいんだよ、笑ってくれてればね、おそ松さん見て。で、番組から質問が届いているということで、最近一番ハッスルしたことを教えてください。いやー、これはね、毎回、まあ、アフレコの時はハッスルするんですよ。特にね、十四松演じる時は、台本が意味わかんないこと多いですから。昼のワイド番組で言うのはなんですけども、誰がおならした？みたいなセリフがあるんですよ。なんでこれ言うんだろうと思いながら、まあ、頑張って演じてますよ、テンション上げて。はい。ハッスル、ハッスルしてますよ。いや、やっぱいろんな役演じてるんですけれども、まあ今こうやってラジオで喋ってるトーンが一番自分には近いです。僕ももう42ですから、落ち着いた大人ですから、やっぱり頑張らないとね、十四松になったりできないです。うん、まあだから全ての現場がそのハッスルする場所ですね。はい、そんなわけで、いろんなことにハッスルしている僕なんですけれども、音楽活動も頑張っております。私小野大輔、3月27日土曜日、28日日曜日、武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナにて、およそ2年半ぶりにワンマンライブを開催いたします。はい、タイトルは小野大輔ライブ2021アスペースオデッセイ。こちらの方、会場はもちろん、テレビでの生中継やオンライン配信もあります。それぞれの場所から、それぞれの方法で、僕のライブを楽しんでいただけたら嬉しく思います。詳細は、小野大輔アーティスト公式ツイッターやインスタグラム、ランティスレーベルホームページをチェックしてください。というわけで、滋賀で皆さんお聞きくださっていることかと思います。まだね、訪れたことがないんですよ。琵琶湖とひこにゃんしか知らないんです、僕。滋賀のことごめんなさい。でもですね、こうやって、スペースオデッセイというタイトルで、宇宙をモチーフにしたライブをお届けするように、これから先の明るい未来へ向けて、僕も声優活動をずっとしていきたいですし、歌も歌い続けていきたいと思っています。いつの日か、滋賀を訪れて、イベントごとだったり、ライブだったり、やりたいな、なんて思っております。はい。その日を僕も楽しみにしております。待っていてください。というわけで、これからも応援、よろしくお願いいたします。それでは、ここで僕の曲、お聴きいただきましょう。昨年10月にリリースしたミニアルバム、スターゲイザーから、小野大輔で、ロケットマン。この後も、Eラジオ、キャッチとともに、楽しい時間をお過ごしください。お車を運転中の方は、安全運転でお願いします。以上、小野大輔でした。小野大輔さん、コメントありがとうございました。めちゃくちゃええ声。ね。そしてなんかこう、まあいろいろ僕のこともね、情報が入ってなんかこういろいろ触れていただいて、本当にもう、ありが特大ホームラン。ね、いやめちゃくちゃ嬉しかったです、個人的にも。ラジオネームレイさんも、
オノディの声がっつってね、42歳でびっくりしましたってそこね、いやでもね本当にコメントをいただけてめちゃくちゃ嬉しかったですね。うん。